ローザンル駅に停車中の TGV リリア TGV。リリアはフランスとスイスを結ぶ TGV で使われているブランド名である。リリアはサービスを運営する会社名でもある。会社たるリリアの前身は1993年にフランス国鉄とスイス連邦鉄道がパリリオン駅とローザンル、ベルン中央駅との間の TGV を 共同運行することを目的に設立したギエ TGV フランススイスである。2012年現在、リリア SAS は、フランス法律による SAS として、SNCF が74%、スイス国鉄が26%を所有している。リンニュデカール・ゴーリリアの広告2012年7月8日、改正では、以下の通り、 パリ・ローザンヌ間及びパリ・ベルン間の列車は、SNCF の交流 25000V50Hz、直流 1500V、スイス国鉄の交流 15000V16.7Hz の3電源に対応した TGV シュットエスト編成9本が使用されている。このうち、第112.114編成が、スイス国鉄保有であるほかは、SNCF の保有である。 2006年夏より5編成を改修し、旅客サービスの向上を図っている。LGV 南東線の最高速度は時速 270km である。パリ中理飛間の列車は2011年12月の経路変更後も引き続き TGV ポス編成が使用されるほか、2012年1月からは中間客車をダブルデッカーとした TGV2N に編成も使用されるようになった。 ポス編成の内大4406編成はスイス国鉄の所有である。いずれの編成も SNCF の2種類の電化方式とスイス国鉄の電化方式に対応し、LGV ラインローヌ線では最高速度時速 320km で運行されている。スイス国内での最高速度は時速 160km である。 パリジュネーブ間の列車は、SNCF の交流2 5 0 0 0五十ヘルツと直流千五百ボルトのみ、対応の TGV シュットエスト編成と TGV デュプレックス編成が使用されている。二千十二年九月には、両端動力車の前くらいを、白基調、後くらいと中間客車をメタリック基調とし、中間、客車の窓周りをグレー、その上に赤線を入れ、さらに動力車には、 TGV リリアの新しいロゴを配した、新塗装のポス編成が登場した。今後、パリ・ローザンヌ間、パリ・ベルン間及びパリ・ジュネーブ間で運行されている、シュット・エスト編成を置き換える予定である。2012年12月9日、ダイヤ改正より、従来、SNCF が運行してきたジュネーブ・リオン、モンペリエ間及びジュネーブ・リオン・マルセイユ、ニース間の TGV がリリアに移管される。また、 新たに、パリ発ベルン業がインターラーケンオストまで、数年毎日延長。ベルン発パリ業が土曜、日曜のみ、インターラーケンオスト始発となる。さらに、冬季の土曜日のみ、ブリークバロールブ、リールーロップ間、リールーロップジュネーブブリーク間の列車が設定される予定。ポス編成の塗装変更は2013年4月までに、全19本に対して施行する予定である。アバウトリリア。 リリア SAS 2012年11月14日閲覧ありがとうございます。